イクティオベナトル・イクテオバネーターは、ラオス南部のサバンナ系とボンチグレススペリアーズ、類層で発見された、スピノサウルス類に分類される恐竜の絶滅した属の一つ。アジア最初の明確なスピノサウルス類として2012年に記載された、イクチオベナトル・イクティオベナトール等とも表される。発見されたのは、部分的に関節した体骨格で、最後の一つ前の同士。 最後の同士の神経とげ、5個の不完全な潜水、第1と第 2bc、腸骨、腫骨、座骨、一本の後方の同士のあばら骨からなる。スピノサウルス類の化石は、主に白亜紀前期のヨーロッパと白秋前期末頃から後期諸島にかけてのゴンドワナで知られてきた。アジアにおけるスピノサウルス類の存在は、管理した歯のみに基づいて、タイ、中国、 そして、日本から報告されていた。アレインエトールによるイクティオベナトルの発見により、スピノサウルス類の確実な生息域は大幅に広がった。バリオニクス赤に分類され、次のような固有形質を持つ。ドーシーから潜椎にかけて、制限曲線上の方を持つ。最後の一つ前のドーシーの神経と下の長さが、椎体の長さの410%で、 エニタンの全部に指に似た突起がある。第3と第4潜水の神経トゲが線形をしている。第1 b c の横突起が、肺胞から見て、S 字状である。第1 b c に不改善、関節突起中央骨端口がある。腸骨が長く、腸骨、恥骨の比率が重脚類の中でも最も高い。その他にも、恥骨や座骨には、他のテタヌラ類には見られない独自な特徴があるらしい。 最後の一つ前の第十二動詞はスピノサウルスを除けば獣脚類の動詞の中で最も奇妙なものの一つである。非常に長く発達した神経トゲはスピノサウルスと同様に椎体の上に垂直に伸びている。神経トゲ、椎退の長さの比率は410%でスピノサウルスより明らかに小さいが他の獣脚類よりは大きい。神経トゲ、 水体の長さの比率は、イクテオベナトルの4.1に対して、バリオニクスが1.9から2.7、スピノサウルスが7.85である。スコミムスのデータはない。シンラプトル2.17、アロサウルス1.94、コンカベナトルは3.91である。他のスピノサウルス類では、神経トゲが長方形をしているが、イクテオベナトルでは、神経トゲの気分よりも遠い部の方が、 幅が広がっており、日頭辺大形の形をしている。最後の同士は、神経棘だけが保存されていた。この神経棘は、金遺端と円遺端の両方が欠けているため、第十二同士の神経棘と同じくらい長かったか、どうか、正確にはわからない。しかしこの神経棘には、 第12動詞の神経棘と同様に人体の付着根の縁端を示す突起があり、この突起から最後の神経棘の位置を推定すると、最後の神経棘も第12動詞の神経棘と同じくらい長かったと思われる。つまり少なくとも第12、13動詞には子があったと考えられる。潜水の衰退は大部分が侵食されていたが、 潜水の神経棘は保存されており、同じブロックの中に関節状態で発見された。第2及び第3潜水の椎体は互いに融合しているが、方向線ははっきりしている。潜水の神経棘の高さは、第1から第4まで高くなり、第5で低くなっている。第1潜水の神経棘は、 後方のドーシーや他の潜水の神経トゲと比べて非常に低く、そのためイクテオベナトルの穂は制限波状の形をしている。つまり、ドーシー部と潜水部に二分されている。この穂の形態は、潜水の上で最も高くなるスコミムスとも、ドーシーの穂が未発達であるバリオニクスとも明らかに異なる。現在のところ、イクテオベナトルの背中の穂が、 どのくらい前方まで伸びていたのかはわからない。腸骨、地骨の比率は大型重脚類の中で最も大きい。地骨の木々の板上部には後腹型に開いた二つの節根がある。地骨の円位端は円位側から見て特徴的な L 字型をしており、バリオニクスやスコミムスとよく似ている。座骨は典型的な Y 字型ではなく、金位部が板上に発達しているが、これは 他のテタヌラ類には見られないものである。座骨結合は、モノルフォーサウルスや、シンラプトルと同様に膨らんでいない。系統解析の結果、イクティオベナトルは、スピノサウルス科の中で、バリオニクス赤の基盤的なものと位置づけられた。スピノサウルス科の明確な特徴は、ドーシーの神経棘以外はほとんど頭骨と歯にあり、胴体の骨が十分見つかっているのは、バリオニクス赤だけなので、 スピノサウルス化としての明確な共有派生形質を見出すのは難しい。イクテオベナトルはスピノサウルス化に分類され、より細かくはバリオニクス赤の基盤的位置づけとされる。姉妹群にはバリオニクスとスコミムスがある。以下はアレインエトールによるクラドグラム。ありがとうございます。